皆さんこんにちは、なみきです。そしてたしみんです。そして吉田優里です。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、じゃじゃん、短いアプローチについて教わりたいと思います。はい、はい、じゃあまず吉田優里プロのいつもの打ち方、先に教えていただいてから私たちもちょっと見ていただきましょうか。わかりました。はい、じゃあまずお手本をお願いします。それではまず吉田優里プロのお手本からお願いします。わかりました。ちょっとバウンドが、もうちょい右。お、入る。お、入る。お、入る。すごい。お見事です。こんな感じで、はい、なんか吉田優里プロって結構あれですか、低く出して転がすイメージ。そうですね、転がすイメージは基本にしてます。お、はい、そっちの方が簡単。なんかこう上げる人もいるじゃないですか。まあでもあの転がした方がこのパターみたいにライン取りができますし、スピンがかからないのでチップインの確率が増えるんですよね。転がるのを計算すればいいだけなので、こうスピンをかけたりっていう無駄な要素を省いて、いかに寄せるかいかに入れるかなので、なんかあのシンプルに打ってますね。はい、ちなみにそのさっきね、ちょっともうちょっと長かったじゃないですか、の時と何が違うんですか。そうですね、まずはボールの位置。ボールの位置は、もう結構右に置いて、完全にもう転がす位置のアドレスにします。はい、で、まあ、ちょっとでいいんですけど、いつもよりはちょっと近く立ってますね。ほう、なんでかっていうと、はい、やっぱ遠いとこうミスがいろいろ出るんですよね。こうダフってみたり、こうトップしてみたり、このさっきも言った窮屈さがないので、いろんなところにクラブが落ちてきちゃうので、それを防ぐために、まあ、少し近く立って、もうここにしか降りてこない、ここだったらまっすぐ行くっていうポジションを探してもらって、はい、あとはもう手を使わずに体と一体で打つだけです。本当にあのいろんなことを考えなくて大丈夫です。転がすだけ転がして、パターみたいなイメージでこうカップインの線を引いていくだけなので、はい、あのだいたい今1メートル以内ぐらいには寄せていきたいですね、これぐらいの距離だったら。はい、じゃあこれを踏まえてというか、はい、まず私たちも見てもらいますか。ましょう。もちろんです、はい、お願いします。じゃあなみきちゃんのまずはいつも通りの、はい、アプローチお願いします。はい、ちょっといつも通りだったら、その最近52か P しか使わないって言ってたじゃないですか、はい、P とかでなんかもうパターのイメージで、ああこうやって打っちゃうんですけど、はいはい、それでいいんですか。一回やってみます。一回やってみます。とりあえず、はい、うん、まあこれで、ああちょっとオーバーしすぎちゃったけど、まあ、これで、ああちょっとオーバーしすぎちゃったけど、 P だからこれスピンかかんないですよね。はい、かかんないです。その分距離感ちゃんと合わないといかないんですけど、まあそうですよね。やっぱコロコロいっちゃいますね。なりがちです。なりがちです。ピッチングを持っているならもっと手前に落とさなきゃいけないんですね、はい、まず、まあ、これぐらいの距離だったらだいたいそうですね、これここぐらいには落とさないとダメです。今グリーンにキャリーしてるので、はい、あれぐらい行っちゃうんですけど、この辺に落としてもらうと、ワンバウンド目でちょうどいいと思います。落としどころがまずちょっと奥でしたね。はい、はい、これちなみに100切りする上において、はい、やっぱこの P とかで転がしていくのか、もうちょっと短いの持ってとか、状況によるんですよね。まあこういうちょっとふかふかな、こういう芝だったら52とかよりもピッチングの方が強く前に跳ねてくれるので全然ありだと思いますし、
56でグリーンに直接乗せて転がしていくのもありだしっていういろんな選択肢があるので自分が一番あ今日56がいいかもとか、うんうん、イメージでパッて掴んだものがあったクラブがいいと思います。じゃあそっか私の中ではやっぱりじゃあ転がすがいいなって思ったってことは、はい、あとは距離感合わせちゃえば、はい、そうですね距離感だけあれば、はい、キーでもいいし52でもいいです、はい、なるほどこれでもうちょっと前に落としてみよう。はいおこれぐらいで下ろすねいいと思います。なるほどはいおこれぐらいで下ろすねいいと思います。なるほどはいまあこれの何が一番デメリットかっていうとこのワンクッション目でどういう跳ね方をするかわからないのが一番なんですね、うん、ピッチングを使う上で、はい、もっと冬みたいに芝が薄くて、うん、ない土みたいな状態だったら、まあ、大体わかるじゃないですかグリーンって石なので、はい、なのでいいんですけどこういうちょっとふさふさないっぱい結構ボコボコしてるとかだともしかしたらこっちに跳ねるかもしれないし逆にもうすごい吸われて力がちょんしかいかないかもしれないっていうのも、うんあるってことを踏まえた上で打つなら OK です。なるほど、はい、なので、まあ、この時期だったら私は52とか6でクラブを立ててもらう方がおすすめですね。じゃあ一回おすすめでも打ってみていいですか、はい、これもパターのイメージでいいんですか、はい、あそうですねパターというよりももうチップショットの方がいいかもしれないです。パターだとちょっとそれだと弱いと思うのでウェッジなので P ならいいんですけどなので普通に握ってもらって、はい、これさっき言ってた右足の方、はい、ボールは右側で結構こうフェースを立てるのでハンドファーストで大丈夫です。こんな感じですね、はい、手を使わずにこの打ち方最近やってないから分かるやってみるこれだったらグリーン入ったところにキャリーで大丈夫です。はい右足に置いておおいいおあこれでいいのか、うん、これで、うんおーいいおあこれでいいのか、うん、これで、うん、ナイスこれだったら P よりもよりますしあれだったらもしかしたら入るかもしれないじゃないですか、うん、次のパターが、うんうん、なのでいかにリスクを減らして寄せやすい状況を作るかなのであそう、まあ、P でもいいんですけど、まあ、これだったら52とかの方がリスクが少ないかなっていう選択ですね。私だったら本当一番最初で言うとこれでここを本当はやってたんですけど、はいはい、もうそれが打てなすぎてこっちに変えちゃったんですね、はいはい、でも今やったら打てそうだから、はいまあ、今の自分のレベル的にはこれも打てるってことですね、うん、そうですねもう多分ボールも真ん中でこう普通に構えてたから、うん、あの小さい動きでいろんなミスが出てちゃったと思うんですけど右側に置くことによっていつもより早くボールに当たるじゃないですか、はい、なのでダフりづらいし転がすのでなんだろうスピンがかかったりかからなかったりとかそういう話をしなくて大丈夫なんですね。だからすごいあの寄せやすいしイメージが出やすいっていうのが一番であのメリットかなと思います。あの P でも全然いいんですけどこうふさふさだったら良くないよっていう話なのでそれはそれで技として持っておいてもらっ てこれも使えますよっていう風にしておけばバリエーションも増えますし、うん、引き出しもたくさん出てくるので、ね今日はもうちょっとで100切れるでも緊張するからピッチング使いたいけどとかっていう時もこういう引き出しがあれば私は52ができるんだっていう風に切り替えられるのでこれは並木さんの武器になるアプローチだと思います。よかった、はい、ちょっと今までの苦手が今ちょっと武器って言ってもらえたので練習に練習して自分のものにしたいと思います。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ私もやってみたいと思います。私冬だと実はパターで打っちゃうんですありです結構苦手であの短いアプローチが結構何回かレッスンもしたんですけど、うん、冬だと結構もう枯れてるじゃないですか、うん、パターで打ってでもこういう芝があるときは58で、はい、いきます。ちょっと高く上がったちょっと高く上がった、まあ、でも打ち方的にはもう全然悪くないですね。うん、うまい合ってますか。大丈夫、うん、うまい合ってますか。大丈夫、なんか結構でも私高く出ちゃいますね。もっと立てた方がいいんですか。いや多分、はい、その上がっちゃう理由が、はい、
打つまではここいいんですけど、こっからこういう風にフォローを取ってるからそこで上がっちゃうんですね。なので、はいはい、この前傾を保ったままこうフィニッシュを取ってもらうと低い球が出ます。ヘッドが下に、はい、今も結構こうこっちがガラ空きな感じがするので、はい、これを左脇を締めたままここを締めて、はい、イメージですけど締めたままこう前傾角度を変えずに打つといいと思います。はい、やってみましょう。はい、はい、もっとそのまま多分今までこうやって上がってた分強く出ます。多分ちょっとあれで、はい、これでなんか距離感をそうですね、あれですね、今のが正しい球の強さなので、はい、あれに合わせてちょっと距離感を出してもらうと。わかりました、はい、もうちょっと短くしようかな。いいですね、こういうこと。はい、あ、いい感じです、はい、ボールを見に行かない。うん、いい感じ。あー、うん、いい感じ。あ、やっぱこの分すごい強くなるんですね、はい、弱く入ってたので、はい、もうちょっと弱く打っても全然大丈夫です、はい、なんかでもちゃんと当たってる感じがします。そうですよね、はい、あ、これも強いかな、うん、いい感じ。あ、大丈夫。おお、すごい。あ、これも強いかな、いい感じ。あ、大丈夫。おお、すごい。へえ、すごい、すぐできますね、本当に本当にすごいそっか、じゃあ今まで多分こうやって見に行ってるからし、見に行くし、はい、その上に上がってる感じがあったんですね、はい、こういう風に、はい、なのでその分球が上がったり、うん、こう低く出たりっていうミスが多かったので、ずっと低ければその高さで距離感を合わせられるので、はい、でも今すごくいい感じに合ってきたので、はい、あのまま合わせられればはい、いいと思います。じゃあもう狙ったらあまりもうずっと下見るぐらいの気持ちで、そうですね、打った方がいいですね、このぐらい、うん、もう少し左足体重でもいいです、はい、もう少しだけ、この構えた時に、はい、こういうことですか。そうです、そうするともっと低く出るしもっとミスが減ります。ああ、はい、はい、このぐらい左にかけて、はい、私もピン見てる、ピン、うん、すごい音した。だいたいこれ今結構プロみたいな音、うん、カツってそうか、はい、入ってるので、はい、左足にこう体重を乗せることによって、はい、これができなくなるんですね。あ、これを防ぐために左足に体重を最初から置いてもらうと、あ、確かに、はい、球も低いし大きなスイングしなくて済むので、はい、小さなスイングで寄せられると思います。そっか、はい、じゃあ今までやっぱり真ん中体重な分、うん、そうですね、手前からちょっと入ってるってことですよね、はい、ここで上がっちゃってふわっと、うん、まあ寄る場合もあるけど、はい、両方ショートもオーバーも出るなので、はい、まあ、それをいかに低くするかなので、はい、ここだとエッジよりちょっと1ヤードぐらい先に落とすのが十分だと思います。はい、落とす、はい、ちょっと弱かった、緩んだけど、うん、でもこれもこのいい転がしのいいところである程度寄るんですよね、うん、はい、だから左足乗せて右にちゃんと置いてるから、うん、はい、ミスしても、まあ、あれだったらもう2メートルぐらいですけど、うん、入るかもしれないじゃないですか、はい、だからミスしても許容範囲に収まるようにアプローチしてもらいたいです。はい、はい、わかりました、ありがとうございます。はいはい、ということで短いアプローチも教えていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか2人とも本当上達が早くて飲み込みが早いので嬉しいです、すごい、嬉しい、すぐにできちゃうから、ユーリプロがね、分かりやすくて、分かりやすい、まあね、本当に私たちもね、うん、あ、こうやってやればいいんだっていうすぐね、うん、できるんで良かったので、いや、自分が結構ムービーも撮ってるし、うん、いろんな自分のスイングを研究しつつも、うん、なんか一瞬で1回2回打っただけで見破られるって、自分もなんかこう何年かやってわからないことが一瞬でわかるの、それを教えてくれるのやっぱすごいですね。さすがですよね、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、この後はですね、はい、なんとユセールプロとスホールをプレイしていきたいと思います。やった、そちらの方でもはい、こういろいろ
アドバイスいただいて、はい、一緒にラウンドできればなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。そちらの皆さん動画もお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。せーの、また見てね。